おはようございます。本日は私千が特別に撮影許可を得て撮らせていただいてます。ありがとうございます。実はですね、今日は秀吉を驚かせようと、まあ、リアクションを見たいっていう感じですかね、のためにちょっとあるものをご用意してましたんで、そちらの映像を収めたいと思います。はい、ちょっと今ねプロテインを飲んでる最中ですので、頃合いを見てお呼びしたいと思いますので、はい、今しばらくお待ちください。まあ、私からねちょっと撮影を申し入れるのはなかなかないことではあるんですけれども、まあ、せっかくの機会なんでね、ちょっと試みてみようかなと思いますんで、はい、しばしご期待を。それでは撮影したいと思います。してるよ、もうすでに。じゃんじゃじゃーん、秀吉さん。え、はい、ん、あれ、明日はハッピーバレンタインでございます。マジっすか。いらないかもしれないです。私いらんって前々から言ってたよ。いらないと言ってるのは分かってました。嫌いかもしれませんが、すみません。リンツという高級チョコレートを。ありがとうございます。全然まあ期待しとらんかったというか、別に、え、今プロテイン飲んだ。ありがとうございます、センさん。マジっすか。実はあんま開けてみてください。あ、開けなくてもいいんですけど。いや、毎年センさんからいただいてるんですけど、別にあげたことないですね。もうこれが一生で最後になるかもしれないんで。そうだっけ。死ぬかもしれないんで。誰が、どっちが。お互いにどっちかが死ぬかもしれないんで、記念にと思って。すいません、ありがとうございます。なんか秀吉があんまりチョコレート食べてるの見たことないんで。うん、いや毎年もらってたんじゃない、ちょっとちっちゃいのとか。そうだっけ。こんないいのじゃないけど、いや、あんまチラッとなんかこう、うん、チロルチョコじゃないけど100円ぐらいのポンみたいな。え、そうだっけ。ちょっと記憶にないけど、これもってそんなでかくはないですよ。ちょっと開けてみますね。ティロン。なんか手にカビ生えてるのこれ。いや、これ抹茶のプロテイン。わお。へえ、これなんてやつ。リンツ。開けてみていいですか。どうぞ。へえ、ありがとうございます。実はこの中に入ってるチョコレートは鼻パッツンだね。うん、鼻の形悪いん、整形しようかな、マジで。うん、頭もちょっとちっちゃくしてもらった方がいいんじゃないですか。うん、実はこの中に入ってるチョコレートは、うん、あんま秀吉には分からないかもしれないんですけど、うん、味が全部違うんですよ。違いの分かる男になってもらいたいかなと思って、うん、ちょっとどの味が好きかっていうのをね、味覚が私ちょっと検証したいなと思ってたんですけど、味覚がないんですよ実は。コロナか。うん、慢性的なコロナです。慢性的なコロナ。ええ、わお、なんだろうこれ。ピックミックス、これなんか愛する言葉なんか書いてないの。本当、なんか愛するあれとかないな。何欲しかった。いや別に。そうです。なんかおしゃれな感じっすよ。ほら見えます、僕ポケ開けてるかもしれない、ね、私の顔と一緒で、ね、なんかあんまりチョコレート食べてる見たことないもん、ね、チョコレートって食べないですね。実はあんまり食べたくないのかもしれない。いやいやいや
ありがたいです。迷惑だと思いますけど。ありがたいですね。これもらうと私返さないといけないから、だからもらいらないって言ってるんです。お金かかるから。株式投資に金かかるやん。あっていうことですよ。別にそんな見返りとか期待してるわけじゃないし、いいんですよ。すごいね。私の予想はね、この青、青が美味しい、好きなのかなって。すごいね。じゃあ青から食べてみる。いやー、でも多分一気に全部食べるのは過酷なんで。へー。ちょっと後でどの味が好きかを。じゃあ後でちょっと食べたいと思います。嬉しい。私だったらもうペロッとね、全部食べるところは。ああ。じゃあ後々ちょっとこれ食べてね、どんな感じか感想を発表したいと思います。じゃあまた。はい、どうも。先ほどチョコもらったです。バレンタインの先生さんからこれから授業します。実食チョコを食します。何それ、知らんの。うん、いや、食わず嫌いのあの時の BGM。 そんな音楽だっけか。なんかチョコ減ってません？フライングした？いや、ちょっと2個ほど食べさせていただきます。お腹の中に入ってるのね。すごいカラフルですね、なんかね。綺麗ですね。うん、あなたチョコ食べてるの初めて見るかもしれない。ほとんどチョコ食べないですね。私プロテインは飲みますけど。そうですよね。すいません、余計なもの。チョコプラス、ミルクティー20円引き ね。貧乏に。タピオ。甘党ですね。糖尿病になります。じゃあいただきます。私もチョコ食べたいな。え、あんた、私にあげたんだからダメ。そうだよね。いいよ、あげねえ。じゃあ、ピンク。このピンクっぽいやつかな。ちょっといただきます。それなんだろうね。一気にね。なんか入ってんの中に。それ、確かニューになって、バレンタイン仕様で。何味でしょうか。分からない。え、分かんないの。うん、味は分からん。コロナか。慢性的なコロナです。何味って言えばいいか分からない。たとえようがないじゃん。でも外のチョコの味がするんだ。美味しい。あ、後から来るの？なんていう味だろう。わ、チョコにミルクティーとか最悪ですか。すみません。オレンジジュース飲んだらいいんじゃないの？あ、ないか。甘だもんね。こっちの方がまだいい。甘くないの？チョコ甘いのそんなに。うん、こっちの方が甘い。甘いんだ。へえ。じゃあハートマーク。絶対糖尿病になるやん。血糖値バッコ上がっとるもん。やっぱりじゃあ私にもちょうだいよ。何色がいい？あなたちょっと青食べて、青っていうか緑食べてほしいな。それミントなんだよね。それ普通のチョコじゃないの？マジで味せんよ。コロナやん。慢性的なコロナ。何も味せんよ。もう体の中糖尿病なんじゃないの？チョコの味すら覚えてない。これがチョコの味なのかな。そうだと思う。スタンダードのチョコなんだね。マ
さっき2個フライ抜けるみたいな。もう今日食べなくていいんじゃない？今日明日ご飯。ご飯は食べる。うん。でも美味しいよ。多分。フライドせんけど。味しないのが意味わかんないけど。チョコなんだろうね、多分。チョコ。チョコだよ。だってこれ1個200円ぐらいするんですか。100何本だと思う、多分。うん、高いな。私緑食べるね。あんた何色？ピンク。何でもいい。紫。紫って何だっけ？なんか塩っぽいのがあったんだよね。はい、あ、ソルテッドキャラメル。あんたキャラメルいいんじゃない？これ食べる。あ、うん、シーソルト食べたらいいよ。塩。うん、何色？青。誰が？ひ。私？あ、あんた。私なんだろう。何でもいいよ。じゃあ、紫。紫？うん。紫じゃない。はい、あーし。あんかんかわしかどうかない。うん。ライトつけると。なんか、外国のチョコレートみたい。ハワイのお土産みたいな。何これ。あ、アーモンド。アーモンド。アーモンド。いや、甘くないけどあんまり。おいしい。おいしい。で、これは止まらんくなるな、私。いやー、これちょっといいよ。甘くない。紫。じゃあ、これ食べて終わりましょうか。そこしょっぱいの食べたらいいんじゃない？いや、これじゃない。あ、うん、ブルーってさっき。うんうん、ブルー。なんかここ痛くなってきたもん。痛風じゃない、これ。ああ、それあるかもね。やばいじゃん。せいちゃん。人間ドック今年受けてこんと。もう糖尿病なんじゃない？本当に痛風って風邪が当たっても痛いんでしょ。うん、しようそれ。え、わかんない、もしかしたら。しようかもしれない。慢性的なコロナちょっと。だから顔でかくなんじゃないの。うん、コロナで。うん、甘いものも食べてるし。甘いと。日本一食が似合わない男だね。そう。うん。バレバレみたいに、あ、うん、なんか味した今。塩？うん。確かに。うん、ポリフェノール入ってんだもんね、食べチョコね、うん、食べて勝つフィタルチ、うん、ありがとうございます、センさん、ごちそうさまです。本当にこれはまた後ほど。一気に食べるもんじゃないですからね、お返しはできないですけど、お金ない。それは大丈夫だと思います。頭痛そうだし、なんか酔っ払った人みたいだよね。寝た方がいいですよ。ちょっと良くなるかも、うん、もう夜の3時なんて。夜の3時だよね。じゃあ、また、今から走ってきてもいいわ。いやいいわ、もう。なんで？筋肉痛ですよ。筋肉痛だから動いた方がいいですよ。走るわ、ちょっと。うん、今から走った方がいいですよ。うん
タピオカで締めます。横にあるボールの大きさとさ変わらないんですけど。これ？うん。頭。変わらん？はい。でっかいっすね。なんでこんなこうでかいんだろう。小中学校の頃全然気にせんかったけど。頭の大きさ。むしろ顔かっこいいなと思ってたぐらい。誰が？いってよし。自分で？うん。どこが？顔。のどこ？唇。ここ一番自分でかっこいいな。全然。じゃあまたね。やってくれ。はいさ。あの、もう隠せ。じゃあね。もう一回。もう一回。グッ。